次にしようかな。階段でも行けるけど、そうそう、押さなきゃいけない。警備員の人がいなくなっちゃった。うん、さっき掃除してたかな、上で。うん、あれ多分管理室って書いてあったよね。あ、そういうことだ。大阪市建設局って書いてあった。あ、なんだろう、水水没してしまうの、乗ろうか。6時間はぐるっと回れって書いてある。うん、自転車を担いでいけばいいのか。それは無理か。ご遠慮くださいなと。あ、本当だ。昔はここに車が来てたからね。このままこの道で突っ込んできてここに入ってたかったね。今のトンネルの横にあるよね、大きな道が。あるはずなんだよ。日本一でかいエレベーターってなかったかな、当時。その時
あ、戻ってきた。水没するよね。地上でこのトンネルを作って、で船で持ってきてここに沈めたんだ、日本最初のそういう工法だって書いてあった。うわあ。階段使ってみる。な、うん、これがないと困っちゃうと。これは何歳からでも一人で見ていいのかな。橋と一緒だからな。学校に通ってる子供もいるのかな。あ、でも区が違うんだ。川を挟んで。歩くとしんどいな。結構あるね。うん。よいしょ。どこまであるんだ。なんせ川底だからね。